はい、どうも直樹です。今日はご視聴ありがとうございます。皆さん登山行かれた時、あの山の絶景写真撮ってるでしょうか。今回はね、登山にこれからカメラを買おうとか、今持っているカメラから新しいカメラを買い替えたいという方にね、向けて動画を作っております。今回ねご紹介するカメラということなんですけども、このメーカーのこの機種という具体的な話ではなく、カメラの種類というね、ちょっと少し抽象的なね話になります。でそもそもなんですけども、登山に適しているカメラの要素、ちょっと僕なりに3つほど挙げさせてもらいました。1つ目が携帯性、2つ目防塵防滴、3つ目が必然ではないんですけども、まあ対衝撃耐寒性能で、やっぱり登山っていうのは限られた荷物の量で山に登りますので、それなりの携帯性がやっぱり必要かなと思います。そして室内での撮影と違い、自然の環境下で撮影するので、やはり細かい砂であったり、やっぱり雪や雨などのね水滴などがカメラにつく可能性がありますので、そういった部分に耐性がね必要かなと思います。やはりね、登山中カメラをね岩場にぶつけてしまったりとか、ちょっとねこけてしまった時にね地面にぶつけてしまったりすることがありますので、そういったね衝撃性能とか、冬のね登山でやってくるとマイナス10度20度とかなり、ね、寒冷のね場合も出てきますので、そういったね体感性能もね必要かなと思います。で今回比較するカメラ5種類あって、1つ目フルサイズカメラ、2つ目 APS-C カメラ、3つ目コンパクトデジタルカメラ、4つ目アクションカメラ、5つ目フィルムカメラになります。では早速この5種類をね比較していくにあたってですけども、少しねフィルムカメラがちょっと比較対象がちょっと変わってしまいますので、この4種類と最後にフィルムカメラのねご紹介をさせていただきます。でご紹介するこの4つなんですけども、主に比較対象としてセンサーサイズ、重量、価格、この3つをね比較させていただきます。で1つ目のセンサーサイズなんですけども、まずセンサーっていうのは、写真を撮るときに画像情報を読み込む、まあ、モニターみたいなものでして、これがね大きいものや小さいものがあります。このねセンサーサイズが大きくなるにつれて得られるメリットが3つほどあります。1つ目がダイナミックレンジ、2つ目光の感度、3つ目が被写界深度で、ダイナミックレンジなんですけども、これは光の階調表現といいまして、明るいところから暗いところ、光のねいろんな情報を1枚のね写真にきちんと読み込めるというものになります。階調表現が広くなると明暗さにね強くなります。やっぱ写真って1枚にも明るい部分から暗い部分にあるんですけども、両方の情報をきちんと読み込むことができます。で2つ目感度です。これはですね、暗いところになると光がやっぱ少なくなりますので、その分ねカメラにノイズが乗ります。このセンサーが大きくなれば大きくなるほど、センサーに読み込む光の情報量が増えますので、よりねたくさんの、ね、光を取り入れるので、まあ暗いところでも写真撮影がすることができます。3つ目被写界深度なんですけども、まあ、これは主にボケ感ですね。センサーが大きくなるにつれて被写体をねよりぼかすことができます。センサーサイズなんですけども、一番大きいのがこちらの真ん中の機械フルサイズ機で、2番目に大きいのが APS-C 機で、3番目がコンパクトデジタルカメラ、まあ、いわゆるコンデジですね。で4番目にこちらのアクションカメラっていう風にね、センサーサイズの大きさはこの順になってます。で以上がねセンサーサイズが大きくなるについて得られるメリットなんですけども、やはりねセンサーが大きくなればなるほど、次にご紹介する重さと価格もね比例して高くなってきます。まあ、重さなんですけども、最近やっぱりいろんなね機種が発売されてますので、一概にこの重さって決まりはないんですけども、まあ大体でいくと、フルサイズ機が 700g 以上、 APS-C 機が 400-700g、 コンパクトデジタルカメラが 200-500g で、アクションカメラが 100-200g ぐらいの重さとなってます。フルサイズ機と APS-C 機に関しては、本体機にプラスレンズので重さが加わってくるので、まあそれでいくとフルサイズはだいたい 1kg 以上、まあ APS-C も 500-1kg ぐらいは重さとして必要かなと思います。で価格なんですけども、まあ本体価格だけで言ってもフルサイズ機は10万円以上、 APS-C 機は5万から10万円以上、コンパクトデジタルカメラはこれもね幅がたくさんあるんですけども、もう安価なものでいけば1万円ほどで、やっぱり高級なコンパクトデジタルカメラであれば10万円ほどします。でアクションカメラがだいたい3万から5万円ぐらいですね、という風になってます。では以上の比較をちょっと踏まえて、じゃあ実際どういった人にこの機種がおすすめかということを機種ごとにご紹介していきたいと思います。まずはフルサイズ機です。でまずフルサイズ機の魅力は本当にねもう画質なんですよ。やはりねフルサイズ機はまず光の感度がかなりいいのでね、星空撮影はね本当に長けてます。ちょっとねこちら僕が撮影した写真なんですけども、こういった感じでね本当に綺麗な星空写真撮りたい方、ぜひフルサイズ機ですね。であとやっぱり明暗さに強いということなんで、やっぱ登山行かれてやっぱ朝日とか夕日の写真撮られると思うんですけども、そういった逆光のねシチュエーション、このねフルサイズ機であれば本当にね光の太陽の部分からあと影の部分までしっかりとね情報を汲み取ることができますので、そういったね光の厳しい環境下でもね撮影可能となっています。今ね APS-C 現に使われていて、ワンランク上のね写真を撮りたいという方、ぜひねフルサイズ機おすすめです。ちょっと前にね APS-C 使ってて、そこからフルサイズに、ね、切り替えたシンがねちょっといてるんで、ちょっと感想を聞きたいと思います。いつも登山一緒に行ってるシンです。はい、どうもシンです。ちなみにどう、 APS からフルサイズに切り替えて、やっぱり APS-C からやっぱりフルサイズに変えてから、やっぱり1ランク上の写真が撮れるようになって、自分でもすごい満足してて、なので
まあ、個人的に言うと今 APS-C 使っててフルサイズに考えてる人はもう世界が違ってくると思うんで、もう自分的にはもうぜひおすすめです。世界を変えたい人はぜひおすすめです。ありがとうございます。次ね、 APS-C 機なんですけども、やっぱり、ね、APS-C 機は本当にコストパフォーマンスが非常にいいです。 APS-C 機もレンズね付け替えれるんですけども、やはり本体ともレンズもやっぱりねフルサイズに比べてかなり、ね、安くなってます。だから自分の欲しいレンズであったりとか自分の欲しい本体コスパよくね買い替えれるっていうのはね非常にいい部分かなと思います。であと APS-C 機も十分な、ね、センサーサイズがありますので、先ほどフルサイズで説明した星空と朝日とか夕日、そういった、ね、逆光の時でも、まあ、フルサイズには少し劣るんですけども、やはりね十分綺麗に、ね、撮影することができます。であと APS-C 機は本当にね携帯性がものすごく抜群です。結構ね女性の方でも登山持っていかれる方多いです。僕の一緒にいつも行ってる夏希、実際にね APS-C 機使ってるんで少しね感想を聞きたいと思います。夏希です。どう、夏希 APS-C 機使って、ですね、私登山始めて5ヶ月目くらいなんですけど、やっぱり最近雪山行くんですけど、まあ、雪山持ってっても結構軽いのでここにつけてても、まあ、結構コンパクトなんで、うん、邪魔にならないかなっていうところで、うん、女性の方に、ちなみに夏希のカメラです、はい、ぜひ女性の方とかこれから始めるカメラ始める方とかは APS-C の方が使いやすいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、で次にコンパクトデジタルカメラなんですけども、もうやっぱり今スマホで写真撮られてる方で、もう少しワンランク上の写真撮りたい方、やっぱりぜひコンデジの方がねセンサーサイズが大きくなりますので、先ほどご紹介したよりねクオリティの高い写真が撮ることができます。で最近のねコンデジ、特に僕が前使ってたソニーのね RX100M6、 これね本当に 24mm から 200mm とかかなりねその本体にもともとレンズついてるんですよ。そのセットでもうねかなりの幅広い焦点距離カバーしてくれてるんで、1個持っていくだけでね本当におすすめです。でコンデジの最大の特徴はもうポケットに入るレベルの大きさ。やっぱりねフルサイズとか APS-C ってなると、やはり肩につけたり首にかけたりしないと持ち運びができないんですけど、もうコンデジはねものすごく携帯性がいいので、ぜひかなり小さいカメラ探されてる方、コンパクトデジタルカメラおすすめします。で現在発売されてるコンデジでも高級コンデジに分類される、その先ほど説明したソニーの RX シリーズ、本当にね APS-C に劣らないぐらいの画質の、ね、写真が撮れるので、まあ、ぜひちょっと APS-C 使ってて重たいよっていう方はぜひコンデジへのね、変更もねご検討いただいたらいいかなと思います。はい、で次にアクションカメラです。これ僕いつもよく使ってる GoPro なんですけども、アクションカメラっていうのは、まあ、主に写真よりも結構動画がメインになってくるかなと思うんですけども、そういったね登山のそういうスポーツとかアクティビティ下ではやはりねこういった精密機械を使うのはね、まあ、少し抵抗あるよっていう方、このね本当にアクションカメラっていうのはそういったね環境下で使うことを想定しているほど、まあ、頑丈、特に防水とか防塵防滴機能がねしっかりと備わっているので、まあ、安心してね動画撮影写真撮影することができるかなと思います。であと最近のねアクションカメラっていうのは手ブレ機能がねかなり充実しているので、やはり写真がブレちゃったり動画がブレちゃったりすることを基本的にねこれ本体で防いでもらうことができます。であとやっぱり先ほど紹介したコンデジと同じぐらいに携帯性にかなり優れているので、ポケットに入れて持ち運びたい方、携帯性かなり重視されている方はぜひねアクションカメラおすすめです。であとアクションカメラはいろんなやっぱアクセサリーが発売されているので、肩につけたり頭につけたりね、そういったアクセサリーも使用すると撮影の幅がねかなり広がるかなと思います。ぜひご検討ください。はい、最後に、フィルムカメラです。こちらねデジタルカメラって言うんですけども、まあ、写真撮った時にその写真の電気信号を、こちらデジタルの先ほど説明したセンサーに電気信号を伝えるんですけども、フィルムカメラっていうのはこちらにねフィルム本体にねその電気信号を伝えて写真に映像化するというカメラになります。デジタルカメラが流行る前のねカメラとなってます。まあ、そういったね少し前のフィルムカメラなんですけども、近年デジタルカメラが流行る中、こちらのフィルムカメラがね再びね流行ってきてるということで、ちょっとね実際にこのカメラを使われているわらびさんにねフィルムカメラの良さをねちょっとご紹介してもらおうかなと思います。はい、今日はインスタグラマーのわらびさんにちょっと来てもらいました。インスタグラマーじゃないっしょ。こちらね、わらびが使ってるコンタックス S2 です。 S2、 さあこれの良さをちょっと教えてください。で、このフィルムなんですけど、フィルムはデジタルと違って撮り直しとか確認がすぐできないっていうのもあるんですけど、限られた枚数と撮影から現像までの時間がちょっと長いっていうのもあって、それまでにすごいどういう写真が撮れたかっていうのをすごいワクワク感もあるし、なるほど、そうそう、それがすごい楽しくってフィルム使ってるっていうのもあるんですけど、だから1枚に対するその写真の価値がすごい高いっていうのが、おー、いいね、すごいおすすめです。僕やっぱ朝撮ってますね。そうそうそう、連続で撮れないっていうのがね。なるほど。で、あと仕上がりもデジタルと違ってすごい優しい雰囲気の写真が撮れて、なんかどこか懐かしいような
あの雰囲気の写真が撮れるっていうのがすごいおすすめで、その時のあの思い出とかも鮮明に蘇ってくるような、あのすごいいい写真が撮れるので、フィルムカメラはすごいおすすめです。山でもおすすめということで、山でもおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、はい、という感じで、ね、以上5種類の、ね、カメラをご紹介させてもらいました。5種類ともね、かなりメリットデメリットがあって、やっぱりね、一概にこれがおすすめっていうのはないんですけども、やっぱご自身にね、あったいいカメラをね、見つけていってもらったらね、いいかなと思います。何かわからないことがあれば、ぜひ僕でよければお答えさせていただきますので、まあ、コメント欄であったりインスタグラムの DM の方でご質問いただけたらと思います。はい、この動画が良かった方、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。さあ、これ撃ったらどれぐらいなのとか言ってる。